はい、どうも皆さんこんにちは。ですね、前回ね、パート3でピラミッド発見してダイヤモンドをゲットしました。で、あのあとね、洞窟探してね、洞窟探索の動画を撮りました。まあ撮ったら、なんとね、また音声が入っていないという、もうマジで最悪な没動画になってしまいました。でもね、まあマジでそれは本当に申し訳ありません。でもちゃんとね、成果は残したんで、もうその成果をね、今日は発表してあることをしたいと思います。では行きましょう。はい、でですね、ある成果というのはこのチェストに入ってるんですけどね、あの洞窟行ってね、まあいいもの、まあいろいろハプニングもたくさんあったんですけどね、ちょっとまあ見せたいと思います。ボン、はい、見てください。これまず金が26個で、鉄が54個のラピスラズリが11個で、ダイヤモンドがね、さらにあの後ね、6個3個あったんですよ。で、あの前の見っけた3個何に使ったかというと、これに使いました。このダイヤのピッケルに使いました。で、ダイヤのピッケル使ってね、まあ、黒曜石を取ってきたんですけど、家にね、なんか13個くらいあったんで、もうちょっとそれ気づかんとね、めっちゃ取ってたこともあって、まあ、28個なったんですけど、で、あと レッドストーンが19個。で、鉄インゴット11の金鉱石が29個。で、石炭15のエメラルド3ですね。石炭はね、もっとあったんですけど、洞窟でだいぶ使っちゃったんで、ちょっと消費しましたね。でね、まあ、あるハプニングというのは、もうマジでこれ、やばかったですよ。もうね、こう、ダイヤ、3日あるまで帰りませんとか言ってたんですよ。で、言った瞬間3日あったんですよ、ダイヤが。で、あると思って、あれ、それのダイヤに目を取られて、こう進んだらマグマダイブっていう。もう俺泣くかと思った。フル防具ですからね。なんとかね、ダイヤはチェストの中に入れてたんですけど、洞窟の中の。もうね、その後のね、その他はもうフル防具。金も何個か持ってたし、鉄も何個か持ってて、フル防具の、もう、剣も全て持って、もう、サトウキビも取った分も全部持ってたのに、そのままマグマダイブして全ロスっていう。もうマジでもう、どうしよう思って、もうそれでね、出そうとしたら、まさか音声がなかったという。最悪な事故が発生しました。で、今回することはですね、このダイヤモンドを使ってエンチャント台を作りたいと思います。確かな、村に本はあると思うんで、あのエンチャント台は作れると思います。じゃあやっていきましょう。じゃあまずはね、なんかこの家土乗ってるぞ。本棚がある家がないぞ。あれ、ないか。まさかないとか。やめて。向こうの家はあるかな。あったあった、ここかな。あった。お邪魔します。はい、経験値はね、さすがにあれなんですけど、もうね、あれもう笑けた、マジで。もう泣きそうだったけど、うん、もうこんなもんでいいかな。よし、じゃあ確か黒曜石が4つでダイヤモンドが2個の本だね。本1個か。簡単に作れちゃうな。よし、こんだけ本もらったらもう十分や。よし、ではね、早速、皆さん。ついに、もうなんかめっちゃ早いですね。まあ、没動画2本ぐらいあったんですけど、今まで。結局、没動画あったけど、でもそれにしてもね、まあ、実質6パートでエンチャントか。早いかな。15分で6パートか、そんな、まあ、カットも入れてるとして、まあ、そんなもんか。6パート目でね、もうエンチャント台を完成させるというね。1、2、3、4。では、エンチャント台作っていきたいと思います。さあ、ついにね、この実況シリーズでもね、お肉屋でエンチャント台が作れるということで、やっていきましょう。あー、作っちゃいます。ダイヤモンド2個、黒曜石4個、本1個、作ります。ポン！来ました。はい、エンチャントテーブル。で、どこに置くかなんですがね、どうしましょうか。作りましょうか、なんか。もう丸石で簡単に囲うぐらいで。家ね、まだできてないから、そんなに、なんか、まあ、家ね、どこに作るか。うわー、丸石そうや、全ロスしたんや。あったー。あー、間違えたー。よしよしよし、いいよいいよ。これで作ろう。どこに作ろうかな。もう、ここら辺でいいか。5マス、じゃあ、囲うから、そんなにいらんと思うのよ。自分的に。あー、どうしよう。どこに作ろう、エンチャント。こっち側でいっか。ここに作ろう。ここ平原やし、ここに作りたいと思います。ほい。んでも全部丸石もなんか嫌やけど、まあこれは今回だけ、まあ今だけっていう。ほい。 Facebook の通知が来る。ほい。
待って、まあいっか、今はこんだけでいいかな。で、これをポンポンと。いや、いい音してんな、シュワシュワ。じゃあ、本棚を全部取っていきましょう。エンチャントはさすがにね、5でやったらもったいないと思うんで、もうちょい貯めてからエンチャントします。でね、今回さすがにエンチャントだけ作るなだけじゃ、だけやったらね、動画が短くなると思うんで、で、まあ、ネザーゲートもね、作りたいと思います。その分、もう取ってきたんで、黒曜石たっぷりあるし。乗れない。これ全然、こんなのないよな、数で数えたら。1段だけでしましょうか、やっぱり。もうそんな3段も2段も作ってられへんわ。まあいいですね。今日もね、安定の神度、神神。神神の安定の実況。ここも掘ってしまったんだ。なんかさ、この地形嫌やねん。なんか土が汚い。整地しなあかんな。ちょっと、動画外で整地もしときます。家もそろそろ作らなあかんよな、エンチャントも住んでやったら。村の中に作るかどうかっていうのが迷ってんのよな。でもな、村の中に作るってなったら、なんか、あれやねんな。うん、あれやねんなってないねんって話なんですけど。よしよしよし。で、何個作れるやろ、今、本棚。1個。ほぉ。え、待って、本棚って何個、どうやって、待って待って、本棚あった。木がない。あ、木ならいっぱいあるよ。いっぱいもないよ。本棚。作れないかも。あー、本3個ってなかなかな量やな。あっと夜になってきた。やばいやばい、寝なきゃ。そうや、一回ベッド潰してもらったから、死んだらリスが。リスじゃない。リス1が6個。よし。いや、いいね、エンチャントだ。はい、ちょうど揃えていくスタイル。いや、ラピスラズリ。エンチャントレベル5はさすがに持ってね。じゃあ、一旦寝ましょう。おやすみー。ゾンビさんが湧く前に寝ましょう。おはようございます、皆さん。松明がいっぱいですね。よし。で、ですね。本を作るには牛革がもう一丁必要。もう一丁。もう一丁。必要よ。よし。牛がいたらカロン。じゃあもうネザーゲート作っちゃいましょうか。作りましょう、ネザーゲート。はい。ネザーゲートはね、どこに作ろうかな、ネザーゲートも。もうエンチャントの横でいっか。ネザーゲート、エンチャントの横に簡単に作っちゃいましょうか。まあ、でも壊せるんで。何をして渡したいんだっけ、俺は。エンチャントをするんだね。そうだね。よしよしよし。24個。まあ、一応全部でっかい、なんかわからんから。ではね、ついにね、この1パートでネザーとエンチャント台を作るっていう、まあ、作業動画ですね。簡単に言ったらもうこんなん。ちょっと、あれや、何やったっけ、何やったっけ、何やったっけな、忘れたな。何やったっけ、あれ。何やったっけ、何やったっけ。名前出てこへん、名前出てこへん、名前出てこへん。あれ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 。そうそうそう。矢尻。あ、砂利あった。ここら辺の砂利も取りたいけど、まずはちょっと矢尻を簡単に作ります。はい、ここにね、ちょっとネザーゲート作りたいと思います。あ、豚めっちゃおるやん。あ、牛おったよーねー。牛おったよーねー。あー、でも飼いたいな、この牛。まだ殺すにはもったいない。向こうにもいるから、いい、殺していくぞ、よしよしよし。あー、一個か。なかなか落ちひんな、牛変わって。牛がまずおらんねん。もう。わーん。お、え、こうやってこの上置いたら土なんねん。おっと、ゲット。初めて知った。じゃあ、はい、砂利を積んでいくよー。あー、間違えた。オッケー、こんな感じでしょ。あ、合ってるよな。もう焦った、もうめっちゃ焦ったよ。砂利がここにあったから一マス足りんと思った。ではね、今回はね、ちょっとまあこんなもんなんですけど、エンチャント台を作ってで今回は最後ここにね、火をつけてネザーゲート完成させて終わりにしたいと思います。やっぱダサいからつけよう。ダサいわこれ。よし、行きましょうか。火打ち石をポーンと作ってからの、よし。では皆さんね、ついにオニクラエンチャント台完成、そしてネザーゲートの完成をね、あれしましょう、見送りましょう。では皆さん、今日も見てくださって本当にありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。よかったと思う方は高評価、チャンネル登録お願いいたします。では皆さん、最後に行きましょう。
ポン。さよなら、イエーイ、行かないよ。